皆さん、おはようございます。本校教頭の吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、朝晩ずいぶん冷え込んでまいりましてですね、寒い中、あるいはですね、コロナの影響がですね、若干落ち着いてきたかなという状況ではありますけれどもですね、まだまだ感染の心配がある中ですね、本校に足を運んでいただきまして本当にありがとうございます。8月のオープンスクールは残念ながらですね、オンラインでの開催ということになりましたけれども、秋のオープンスクールはぜひともですね、こういう形で開催したいなというふうに思っておりましたけれどもですね、無事開催できますことを非常に嬉しく思いますとともにですね、たくさんご来場いただきまして本当に感謝申し上げます。それではですね、早速私の方からですね、学校の説明をしばらく時間いただいてさせていただきたいと思います。失礼しました。それではですね、まず本校の説明をさせていただく前にですね、少し今の時代、あるいは昔、どんなふうに変わっていたのかというようなお話を少しさせていただきたいと思います。まずですね、皆さんからすると、ひいおじいちゃん、おばあちゃんの時代になるかもわかりません。ですね、明治から昭和にかけてという時期ですね。このあたりというのはですね、日本は西洋文化から比べるとですね、随分遅れをとっておりました。ですから国を挙げてですね、欧米に追いつけ、追い越せということでですね、ちょうどイメージとしてはですね、敷かれたレールの上を蒸気機関車ですでですね、白い煙を吐きながら、喘ぎながらですね、もう爆心してきた、そういう時代であったかなというふうに思います。そしてですね、昭和から平成にかけて、現代にかけてですけれども、この時代はどうなのかというとですね、日本は高度経済成長を遂げてですね、世界でも有数の経済大国となってまいりました。そんな中でですね、我々はどんなことを考えたのかというとですね、いい暮らしがしたい。いい暮らしをするためにどうすればいいのかということでですね、ちょうどイメージとしてはですね、出来上がった高速道路をですね、車に乗ってですね、猛スピードでですね、誰よりも早くいい生活をつかみたいということでですね、進んでいった時代というふうに言えるかもしれません。で、皆さんがですね、社会に出て活躍する時代というのはどういう時代になるのかと言いますとですね、ロボット、AI、もう今まさにですね、ロボット、AI なしでは生活が成り立たない状況になっておりますけれどもですね、これがですね、人間生活を大きく支えてくれています。ですね。ただですね、ロボット、あるいは AI というのはですね、人間よりもはるかに優れている能力を持っている部分、確かにございます。けれどもですね、人間に追いつく、追い越すということはまだまだできない。人間ができることというのはたくさんあると思います。その中の一つがですね、自分で想像してですね、新たなものを生み出していく。ですから皆さんにはぜひともですね、ちょっとここ、ブルドーザーがありますけれどもですね、すでにあるものをですね、壊してということではなくてですね、未知の世界をブルドーザーのようにですね、新たに切り開いていく。誰かに敷いてもらったレールの上、あるいは出来上がった高速道路を車で通行するのではなくてですね、自分の力で新たな道を切り開いていく。そういった時代だと思いますし、ぜひ皆さんにはそういう時代でですね、思いっきりですね、人生を楽しんでいただきたいというふうに思っております。そうしましたらですね、こういった時代にですね、一体どんな力が必要になるのかということなんですけれども、まず一つですね、逆境に負けない、強い精神力、体力が必要。人間誰しもですね、どこかで挫折を味わいます。困難に出会います。
これをですね、乗り越えるためにはですね、体力と精神力が必要であると。ぜひそういう力を自分自身に持っていただけるようになっていただきたいなというふうに思います。それからですね、ロボットや AI ができないこともたくさんあります。例えばですね、友達といろいろ話し合いをする。社会に出ればですね、スタッフとですね、協議しながら、共同しながらいろんなことを作り上げていく。共同するというのはなかなか機械にはできない。さらにですね、そこにはフェイクニュースと書いてありますけれども、これだけですね、情報化が進んでいくとですね、もう地球なんていうのはですね、狭い狭い領域でですね、あっという間にニュースが伝わっていきますが、そのニュース、情報が本当に正しいのかどうか、これを見極める必要があります。正しい情報であるかどうか、これを見極める力、これを備えていかないと、とてもこれからの時代ではやっていけないのではないかというふうに思います。そこでですね、本校が考えるということに力を入れている。このことをですね、しっかり取り組んでいただけるとですね、これからの時代、皆さんがですね、社会で活躍できるであろうというふうに思います。考えるためには何が必要なのかというとですね、当然多くの知識を注入しないといけない。吸収しないといけません。さらにですね、多くの人と意見を交換しですね、共同し合う。そういったことが必要になってくると思います。そういう中でですね、困難に出会ったとしても、あるいは課題が見つかったら、その課題に対してですね、力を合わせて取り組んでいく。そういった姿勢。そういった姿勢が非常に重要だと思っておりますし、本校ではそういったことができる、考えることができる生徒を育成したいなというふうに考えております。で、本校について少しお話しさせていただきます。もうご存知かもわかりませんけれどもですね、本校はですね、井上遠慮先生、1887年にですね、哲学館という形でですね、東洋大学の前身を立ち上げられました。これはですね、早稲田大学とかと並ぶですね、非常に伝統のあるものです。で、本校はですね、1963年に、地域の方にも壊れましてですね、姫路地域に、東洋大学附属高校を作ってほしいということで、本校が開設されました。で、1989年には男女共学になり、それから2014年にはですね、中学校も作りましてですね、一貫コースも設置されたということになります。で、見学の精神。私立学校にはですね、必ず見学の精神というものがございます。で、井上遠慮先生はですね、哲学館を作るにあたってですね、諸学の基礎は哲学にあるという言葉を述べられました。これはどういった意味なんでしょう。哲学するというのはですね、物事の真理を極める。そういったことになろうかと思います。そういったことをすることがですね、すべての学問の基盤になりますよという意味です。で、本校ではですね、この井上遠慮先生の言葉をですね、言い換えて、考えるを学ぶということをですね、教育の柱において教育活動を進めております。さらにですね、井上遠慮先生は、人類愛にかけた学問は人類に貢献しないともおっしゃった。これはですね、例えば科学技術がどんどん進んでいったとしてもですね、それが人間にとって、あるいは地球にとってプラスなのかということですね。そういったこと。ぜひですね、人間愛、あるいは周りの人、地球全体のことを考えられる。そういった人を育てていきたい。そういった思いでですね、生徒一人一人を大切にして、社会に貢献できる人材を育成したいというふうに考えております。で、最後にですね、スライドの一番下にですね、不思議を考えて社会貢献。本来ならですね、校長の方がここの席でですね、皆さんに熱い思いを伝えたいということだったんですけれどもですね、どうしても
出席しなければならない会合がありましてですね、ぜひの私の思いをですね、教頭をちゃんと伝えておいてくださいということでしたので、特に本校校長が申しておりますことはですね、身近な不思議を考えて、社会貢献ってどういうことなのかということなんですけれども、皆さんいろんな場面でですね、あれこれは何でなんだろうなというふうに思われたことがあろうかと思います。その時にですね、そのままスルーしてしまう、何も考えないということではなくってですね、不思議に思ったことに対してですね、なぜそうなるのかということを考えていく。そうすることでですね、新たな知識が生まれ、能力が生まれですね、ひいては社会貢献につながりますよということですね。ですから皆さんにはぜひとも何気ない生活の中でですね、不思議だなと思ったことをですね、常にしっかり考えていただくような姿勢になっていただけたらなというふうに思っております。で、本校の教育方針、もう少し詳しく説明させていただきます。ですね、考えるを学ぶということでですね、まず一つですね、授業や学校行事、いろいろ工夫しております。で、先ほどのスライドにもありましたけれどもですね、特にの体育祭、文化祭につきましてはですね、生徒会の諸君がいろいろ工夫してですね、コロナ禍でも安心して生徒たちがですね、文化行事あるいは体育行事を楽しめるようにということで工夫してくれました。そういったことをですね、行事だけではなくて授業の中にも取り組んでいこうというふうにしております。それからですね、進路実現のため。やはりですね、高校に入学するということはですね、将来に向けて進路を実現する。これが大きな目標の一つになります。そのためにですね、本校ではですね、皆さん一人一人、生徒一人一人にですね、しっかり自分自身を見つめ直していただいてですね、自分自身の強みを見つけていただきたい。その強みを見つけてですね、自分の進路を切り開いていただきたい。こういうふうに考えています。まあ、実は私、2年前までの担任をしておったんですけれども、私の担任していた生徒の中でですね、非常にですね、プレゼンテーション能力、あるいは人の前でですね、説明をする力、抜群の生徒がいました。で、その生徒に対してですね、いろいろ進路の相談を受けました。九州大学受けようと思うんですけれども、どうでしょうか。いや、君の力ならですね、きっと大学に入って十分その力を生かして研究ができるよということで、その生徒はですね、一般入試ではなくてですね、AO、今でいうですね、総合型の推薦入試ですけれども、そこで自己アピールをしてですね、見事合格いたしました。皆さん一人一人にはですね、必ず長所がある。この長所を生かしてですね、進路実現をする。そのためにですね、様々なプログラム用意しておりますけれども、キャリアフロンティアというのが本校の教育活動の一つ柱になっております。それからですね、考えるということの一番原点にあるのは何なのかというと、選択するということになろうかと思います。皆さんがこれから進学する高校の選択、これも一つです。あるいは将来の夢を選ぶ、これも大きな選択。こういう選択するということがですね、非常に大切になってきますけれども、この選択のためのですね、いろんな情報を提供していきたい。あるいはですね、その選択を実現するためにいろいろサポートしていく。ということで、横断型の補習ですとかですね、一般入試に対応した基礎学力、あるいは応用力の育成に努めています。で、その次に推薦入試のこと書いてありますけれども、これが先ほど申しましたことです。ですね。一般入試ではなく推薦入試で自分の強みをアピールして自分の進路を確保していく。まあそういったことのですね、ノウハウをですね、本校教員全てがですね、それぞれ得意分野を持ってですね、指導していく、そういう体制が整っておりますので、ぜひご安心いただけたらなというふうに思います。で、本校はですね、
書いておりますけれども、本当に進路規模多種多様です。学力もですね、非常に高い方もおられればですね、基礎的なところをもう少し勉強したいなという方もおられますがですね、そういった幅広い進路志望を持たれている方を受け入れてですね、文武両道で男女共学、これなかなか実現難しいんですけれども、この難しい学校経営に、チャレンジしていこうということでですね、日夜頑張っております。で、ここのグラフ、後でゆっくり見ていただいたらいいんですけれども、国公立大学の合格者数を挙げております。で、国公立大学の合格者数というのは何なのかということなんですけれども、私どもはですね、学校の教育力を測るもの、物差しになるのではないかなというふうに考えています。どういうことかと言いますと、国公立大学はですね、必ずほとんどの学校がですね、5教科、あるいは公民を入れると6教科、すべての科目をバランスよく勉強しないといけないということになります。そしてですね、入試もですね、通常は1人1校しか合格できません。という意味でいくとですね、国公立大学の合格者数が高校の教育力を測る目安になるであろうということです。で、数見ていただいたらお分かりいただけますようにですね、2020年、21年とですね、着実に、合格者数を増やしていっております。私立大学はどうなのか、もちろんですね、私立大学も同様です。で、本校は東洋大学の付属校ですので、東洋大学に進学する生徒も多数おります。それ以外にですね、官官同立、参勤交流といったですね、皆さんも聞いたことがある学校にもですね、多くの合格者が出てくるようになってまいりました。で、ここで皆さんにぜひお願いしたいことがあります。私、いろいろ進路説明会に行ってですね、必ずお話していることがここです。皆さん、夢や目標を持っていますか？持たれているのであれば、ぜひその夢や目標に向かって果敢にチャレンジしていただきたい。で、その夢や目標ですね、心の内に秘めておくというのも一つかもしれませんけれども、ぜひともですね、口にしていただきたい。何度も何度も言い続ける。例えば、10回言うとですね、漢字で言うと、口偏に十で、叶うということになります。口にするということはですね、自分自身も自覚しますし、周りの方も、あ、こういう夢を持ってるんだったら、こういうサポートができるだろうということでですね、自分自身も周りも巻き込んで、進路実現ができるのではないかなというふうに思いますので、ぜひ、夢を持って、その夢をお父さんやお母さんの前ではっきり、友達の前ではっきり、ぜひやっていただきたい。で、ここにマイナス思考が入ってきますとですね、口辺に十の下に横位置を入れると、吐くですね、弱音を吐くということになってしまいますけれども、そうではなくて常にプラス思考でやっていただきたいな。あるいはですね、のマイナスを横位置を入れたとしてですね、口を下に持ってくると吉になる。ですから、やっぱり、何度も口にすれば必ず道は開けるということになろうかと思います。で、本校はですね、先ほど申しましたようにですね、文武両道を追求してですね、どんどん進化していきたいということでですね、果敢にいろんなことにチャレンジしていきたいというふうに思っています。チャレンジすることでですね、変わっていく。変わることでまたチャレンジが生まれていくというふうに考えています。ぜひ皆さんにはですね、本校のチャレンジ、チェンジをですね、チャンスと捉えて、皆さんの自身のですね、夢の実現を図っていただきたいなというふうに思っております。校長はですね、この3つの単語を並べてですね、頭文字を取って、東洋大姫路、チャチャチャというふうに言っておりますが、チャチャチャってわかりますかね。しんどいことも多いですけれどもですね、楽しく、リズムよく進路実現していきたいな、いうふうに考えていただくといいかなと思います。で、先ほど言いましたけれども、チェンジ。3つチェンジをするんですけれども、
制服に関しましては、この後ですね、ファッションショーを行いますので、そこで見ていただけたら。それから、コースがあります。これまで4つコースがございましたけれども、発展的に統合する形で、スーパー特進、特進を発展的に統合して S コース。それから、総合進学体育コースを発展的に統合して T コースといたします。で、特徴としてはですね、これまではコースによって時間割が違うということがございました。コマ数が違うということがございましたけれども、コマ数を揃えることでですね、仮に途中で進路規模が変わったとしても、それに対応しできる。コース変更が可能というふうにしたいというふうに考えております。ここは後のファッションショーでですね、香港の生徒諸君がモデルとなってですね、ステージに上がってくれますので、そこで見ていただけたらと思います。まあ、大きいポイントとしましてはですね、これまでの男子爪襟から女子セーラーからですね、大きく変わってですね、未来に羽ばたく世界に貢献できる人材をというイメージでですね、濃紺のブレザーを基調にした新制服にいたしました。スラックスも用意しておりますのでね、後ほどしっかり見ていただけたらと思います。私も、デモンストレーションちょっと見せていただいたんですが、あ、かっこいいなと。これはぜひ皆さんに来ていただきたいなと改めて思いました。コースについてですね、先ほど簡単に申しましたけれども、S コースはですね、スーパー、スペシャル、セレクト。この頭文字を取って、おります。目標としては国公立大学を目指す。勉強で言うとですね、必ず国公立大学、私立大学もそうなんですけれども、共通テストを受けていただくことになりますけれども、ここで8割程度の得点が取れる学力を目指していきたいなというふうに考えています。T コースにつきましてはですね、トータル、トライ、トランスファー。この頭文字を取っております。で、ここではですね、基礎的な力をしっかりつけていただいた上で、特に自分自身の強みを見つけていただいて、その強みを生かしてですね、進学就職に進んでいただきたいなというふうに考えております。共通テストでは6割取れる力というふうに考えております。で、これがですね、イメージなんですけれどもですね、とにかく時間割、コマ数を揃えました。揃えたことによってですね、コース変更ができるということなんですが、朝の時間の活用、放課後の時間の活用、これはですね、生徒の皆さん、それぞれにですね、考えていただいて、自分自身でデザインしていただこうと思っております。自分の人生をデザインするためにはですね、学校生活、これはやはり自分自身でデザインしていただきたいというふうな思いがあります。もちろんですね、担任の先生等々とですね、よく相談しながら朝の利用、放課後の利用を考えていただけたら、おそらく進路実現は叶うというふうに考えております。この表はですね、まあ、後ほど見ていただいたらいいんですけれども、まあ、1年生の時はですね、S コース、T コース、深い学び、基礎的な学び。で、2年、3年になりましたらですね、それぞれの進路希望に応じた形で、できるならクラス編成、一クラスに同じ夢を持つ子どもたちが集まって切磋琢磨するイメージで、3年間過ごしていただきたいというふうに思っております。で、この間ですね、学年進行でコース変更も可能というふうになっております。あとですね、授業以外の学校行事等についてなんですけれども、まあ、これは見ていただいたらと思いますけれども、特に本校力を入れておりますところはですね、キャリアフロンティアということで、思考力、判断力、表現力、こういった力をつけていただきたいなというふうに思っております。で、一つですね、特化しているところで言いますと、英語検定ですね。英語検定にもかなり力を入れております。共通テストではですね、英語検定が利用されなくなりましたけれども、実際の大学入試では結構使われます。もちろん、就職についても英語検定結構、重宝されます。で、本校ではですね、英検2級、
取る割合が非常に高くなっております。これを生かして大学進学した生徒もおります。それから今年度ですね、真ん中にありますけれども、ワンデイユニバーシティというものを実施いたしました。東洋大学はじめですね、近隣の国公立大学の先生方38名においでいただいて、大学の授業、あるいは専門学校の先生にも3名おいでいただきましたけれども、専門分野の授業をやっていただきました。こういった授業を受けることでですね、上級学校での学びについてですね、関心を持ってですね、興味を持ってもらって、よりですね、自分の夢を具体化できるようにということでですね、実際やりましたけれども、非常に好評でした。それがこの写真がその時の様子です。ですね。残念ながらですね、コロナ禍の影響でオンラインの授業もございましたけれどもですね、生徒の評価は非常に高かったです。いい講演会だったというふうに申しておりました。それ以外の学校行事ですけれども、修学旅行ですね、実は昨日一貫の生徒が東北から帰ってまいりました。で、皆さんがもし入学していただければですね、皆さんの修学旅行については新たなプログラムで考えていきたいというふうに思っておりますですね。それは日本になるか海外になるか、これはまた入学されてからということでですね、皆さんには貴重な体験をしていただいてですね、自分の進路実現の糧にしていただきたいというふうに思っております。それからですね、これもコロナ禍で実施できておりませんけれども、海外研修、本校ではですね、マルタ島に行きましてですね、海外研修をやろうと、残念ながら今行けておりませんけれどもですね、コロナが落ち着けばぜひマルタ島に行って英語研修をやっていただくと。で、昨年、今年はですね、実施できませんでしたので、オンラインでの国際交流を実施いたしました。オンラインどうかなというふうに思ったんですけれども、参加した生徒は非常に良かった。もし行けなくても、来年でもぜひ参加したいという声が圧倒的に多くございました。それからですね、本校には ALT が3名常駐しておりますのでですね、学校にいながらにしてネイティブの英語についてですね、触れることができ、英会話もですね、本当に能力がどんどん上がっていくのではないかなというふうに思っております。後で見学していただきますけれども、第一校舎の、3階にですね、一角設けてですね、気軽に入りやすい状況を作っておりますので、ぜひ後ほどご覧いただけたらと思います。これは国公立大学、あるいは私立大学の合格者数です。また見ていただいたらと思います。で、昨年の特徴としましてはですね、すべてのコース、対コース、昨年はなかったですけれども、特進、総進から非常に多くの国公立大学合格者が出てまいりました。私立も非常にいい結果になっております。はい。で、皆さんが入学していただいたとすると、S コース、T コースに分かれますので、イメージとしてはですね、スーパー特進、特進が S コース、総合進学、体育コースが T コースで見ていただけたらと思います。専門学校や就職についてはどうかと言いますとですね、これもですね、もう高校時代からはっきりとした夢があって、その夢を実現するために専門学校で、もう第一希望にほとんどの生徒が行っておりますし、就職に関してもですね、ぜひこの企業に行きたいというところでですね、ほとんどの生徒が第一希望の企業に就職することができております。最後になりますけれども、部活動につきまして、クラブ活動につきましてですけれども、もうやはり一番触れておきたいのはここです。実は明日ですね、野球部が近畿大会の準々決勝戦います。相手は大阪桐蔭。もう大阪桐蔭聞かれたことありますよね。実は先週ですね、日曜日にですね、智弁学園と対戦いたしました。智弁学園というと夏の準優勝校ですね。に2対0で勝ちましてですね、準々決勝に行っております。野球部ですね、全国優勝したこともございますけれども、ここ数年少しのいい成績が残せてなかったんですけれども、今年度は非常に頑張っております。で、それ以外の部活動で言いますとですね、柔道、剣道、卓球、空手道がですね、
インターハイに出場いたしました。これだけ多くの部がですねインターハイに出場するのは久しぶりです。でそれ以外の部活動もですね非常に頑張ってくれております。ぜひ皆さんもですね勉強だけではなくてですねクラブ活動でですね汗を流してですね夢を実現してほしいなと思います。あとですね本校文化部もたくさんございますけれども、特に地域活性部プロジェクト東洋というのは新聞で見られたことがございますでしょうか。そうですね、月に1回ぐらいの割合で新聞に載っております。どういった活動をしているのかと言いますとですね、地域おこしのためにですね、例えばですね姫路若菜を利用した缶詰、あるいはですね最近かわいそうな状況を見られた方があるかもわかりませんけれどもですね、の道路上でですね交通事故に遭った鹿がおりますね。で、亡くなってしまった鹿は残念ながらダメですけれどもですね、鹿肉を利用した缶詰、こういったものをですねプロデュースしてですね、販売している。で実際にこういった缶詰がですね姫路市の方にですねふるさと納税の返礼品として使わせてほしいという依頼がありましてですね、数に限りありますけれどもどうぞご利用くださいということで、非常に頑張ってくれております。まあ、文化部プロジェクト東洋だけではなくてですねそれ以外の部活動も非常に頑張っております。以上でですね大体本校の概要について説明させていただきました。またご質問等があれば後ほど時間があればお答えしたいというふうに思います。ありがとうございました。この後引き続いてですね、入試概要の方を説明させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんにちは、広報部長の近藤と申します。早速なんですけれども大変お手数なんですけれども今日お配りしました資料の中でですねこちらの入試要項ございましたらちょっとお手元にお出しいただければと思います。合わせてウェブ出願ガイド、こちらの方も少しお手元の上の方に置いていただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、説明させていただきます。先ほど教頭の方から本校は、3つのチェンジということで制服が変わりますということとコースが変わりますということをお話しさせていただきました。それでは今から入試の変更点についてお話しさせていただきます。募集定員は前にありますように S コースが70名、T コースが240名、合わせて310名となります。出願方法がウェブ出願に変わります。ウェブ出願と聞かれてちょっと驚かれたかもしれませんが、こちらについて簡単に説明させていただきます。ウェブ出願はまず皆さんにマイページというのを作成していただくことになります。ちょっと大変そうだなと思われた方もいらっしゃると思いますが、本日このオープンスクールをウェブから申し込まれた方はもうすでにこのマイページは作成されておりますのでどうぞご安心ください。前に出ておりますのは大まかな流れです。ウェブ出願の手順は先ほどお手元に出していただきましたウェブ出願ガイド、こちらに詳しく記載しております。お家へ帰られましたらぜひゆっくりとご覧ください。出願サイトは12月13日月曜日午前9時から利用できます。また不安な方は本校での窓口サポート日を設けておりますのでぜひご利用ください。窓口サポート日は12月27日と28日の2日間を設けております。ぜひご利用ください。続きまして前期入試です。前期入試は2月10日木曜日に行われます。学科試験は国語、数学、英語の3教科、各50分で100点満点、合計300点満点です。推薦入試は専願のみとなります。学科試験と
調査書、推薦書で、総合的に合否を判定いたします。調査書の点数化はいたしません。推薦入試は学力推薦とスポーツ推薦がございます。学力推薦は S コース、T コースごとに推薦基準がございます。また、スポーツ推薦におきましても、推薦条件を満たせば S コースに入ることもできます。こちらの推薦条件につきましては、先ほど出していただきました、こちらの入学試験要項、これを開いたところに詳しく記載しておりますので、こちらも、お家へ帰られましたら、ゆっくりとご覧いただければと思います。こちらの2冊ですね、また書いてございますので、ぜひご覧ください。続きまして、一般入試です。こちらの一般入試は、選眼と併眼を選択することができます。学科試験は、国語、数学、英語、各50分の100点満点で、合否を判定いたします。調査書の点数化はいたしません。先ほどお話しいたしました、推薦入試の基準に達しない場合は、一般入試の選眼で受験することができます。当日の試験だけでちょっと不安だなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。選眼者につきましては、学科試験の点数に加えて、選眼得点という形になっておりますが、プラス20点を、加えて合否判定をすることができます。とても有利になりますので、ぜひ選眼の受験もお考えください。また、中学校の先生の進路指導を信じて、ぜひ、受験を、ご検討いただければと思います。第二志望につきましては、S コースの希望、S コースの希望者についてのみ認めております。そのパターンは3つのパターンになっております。試験会場ですが、前期試験につきましては、新しく兵庫県立武道館、IOC 文化会館を、新設いたします。よりお近くで受験できるようにさせていただきました。続いて合格発表です。合格発表は2月14日月曜日。こちらもウェブ上で発表させていただきます。発表の時刻は試験の当日に連絡させていただきます。また、コロナ、前期入試で新型コロナウイルスに感染したり、その疑いがあるため、前期入試を受験できなかった方は、追試験を予定しております。日程は改めて連絡させていただきます。後期試験です。後期試験は3月24日木曜日。こちらは一般入試のみです。選考方法は前期入試と同じです。会場は本校会場となります。合格発表は翌日の3月25日金曜日の午前10時30分。こちらもウェブ上での発表になります。続きまして、2021年度の入試結果です。こちらは、受験生、全受験生が、3446名、の受験生がありました。また、各コースですね、の、合格者の平均点、こちらもご覧ください。現在、スーパー特進コース、現在のスーパー特進コースですね。こちらは、各校が120点での満点になっております。合格者平均は 244.4 点。それから、特進コースにつきましては、各教科100点満点、合格者平均は 205.7 点。総合進学は、こちらも各教科100点満点で 171.5 ということになります。スーパー特進と特進は、新たに S コースとなります。総合進学コースは T コースとなりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
続きまして、こちらの資料は各コースごとに公立高校の第一志望の志望校の上位校を示しております。それぞれのコースを志望している受験生が公立高校のどこを受験しているかの参考になります。ここに赤いラインがございますが、こちらより上が第4学区、こちらより下が第3学区となります。ご覧いただいたように本校は大変幅広い学力層の生徒が受験しております。また、こちらを見ていただいたらと思うんですけれども、公立高校をですね、公立高校の第二志望校を記載しない受験生も、全本校受験生の約3分の1おります。またご参考にしてみてください。すいません、Sコース、Dコースですね。続いて、奨学金制度についてご案内いたします。こちらは本校独自の制度になります。毎月の奨学金は、給付という形になっております。小学生1は推薦志願者の成績上位者から候補者を決定いたします。5名となっておりますが、5名に満たない場合は一般合格者の中からも候補者を決定いたします。小学生2につきましては、これまでと同様でスポーツ推薦志願の中から候補者を選びます。東洋大姫路高校は、私立高校ですので、学費を心配される保護者の方もいらっしゃるかと思います。現在の高校2年生から国の就学支援金の制度が大変手厚くなりました。ちょっと具体的に見ていきたいと思います。毎月の納入金なんですけれども、の表になりますが、こちらですね。世帯年収の590万円未満のご家庭には、国の就学金支援制度を利用すると、授業料が0円という形になります。こちらですね。もちろん、1年生におきましては修学旅行の積立金とかもございますので、ちょっと1年生の方は少し高くなるんですけれども、このぐらいの金額を毎月納めていただくような形になります。実はこれは本校の約 43% の生徒が利用しております。また、所帯年収の約590万円以上、約910万円未満の世帯におきましても、国からの就学支援金、そして県からの、授業料軽減制度を利用することで、月々の、納入金がかなり低く抑えることができます。こちらの制度も本校生の 35% が利用しておりますので、公立との、授業料の差というのは大変少なくなっております。この後、体験授業であったりとか、校舎見学とかしていただくと思います。本校は、施設設備、学習環境、クラブ活動の環境、とても充実しております。ぜひ、その点をご覧になっていただきたいと思います。最後に、入学試験関連のイベントをお知らせいたします。入試説明会、講釈見学会を11月の14日、12月の11日に企画しております。また、合わせて少人数制の学校見学会も実施しております。少人数制につきましては、9時からと11時から、というの2部、12月の4日につきましては午後になります。こちらの方は、教員1名につき参加者5名までの少人数制となっておりますので、個別相談も大変しやすくなっております。また来ていただいた方にも大変ご好評をいただいております。本日、このオープンスクールに参加されていない方にも、ぜひお声掛けをいただいて、またこちらのイベントにもぜひご参加くださいますようにお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。
東洋大姫路高校でぜひ、皆さんの、夢の実現のために目標を見つけていろんなことに、チャレンジしてみませんか。これから在校生の話もあります。聞いていただいたら本校の様子もよくわかると思います。朝のスライドの方もご覧いただいたと思います。全教員で、皆さんを応援いたします。ぜひ本校の、受験をご検討ください。以上で説明を終わります。ありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はよろしくお願いいたします。私は公立高校に落ちてしまい、スーパー特進コースに入学することになりました。受験期の時から勉強をしようと思ってもなかなかやる気になれず、できなかった結果だったので、そこまでひどく落ち込むことはありませんでしたが、それでも行きたい高校には行けなかった。何より両親に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。そんな私は少し不安な気持ちを持ったまま高校生活をスタートしました。しかし入学してからたくさんの友達とも出会い、素敵な先生方にも出会うことができました。先生方の中には様々な分野の第一線で活躍されていた方も多く、濃密な質の高い授業を受けることができます。どの先生も授業が分かりやすく、分からないことについては親身になって教えてくださいます。また校舎も綺麗なので毎日快適に過ごすことができます。スーパー特進特進コースの一日は朝8時からの朝学習から始まります。小テストや英語のリスニング、読書をする日など日によって様々です。授業は1時間目から7時間目まであり、その後は補習や自主学習などをしたりします。中学生の時よりも勉強時間が大幅に増えて、課題も複数出るので大変ですが、その分休憩時間の友達とのちょっとした会話が楽しみになったり、大変だからこそ時間の使い方を見直せたりなど、自分をとても成長させてくれるコースです。私のスーパー特進特進コースの一押しポイントは、たくさんの貴重な体験ができることです。例えば毎週金曜日には東大金曜講座を受けることができます。東大金曜講座は毎週様々なテーマに沿って教授から講座を受けることができます。自分の進路や将来の手助けになったり、興味深いことがたくさん聞けます。他にも先生方がこんなことが体験できるプロジェクトがあるよと常に教えてくださいます。私もつい最近まで読売新聞協力のもと新聞作成を行っていました。プロの方に新聞の書き方を教えていただいたり、記事を書くにあたって私はフランスのオリンピックメダリスト選手にインタビューをしたりもしました。このような他の学校では体験することのできない多くのことを、スーパー特進特進コースでは体験することができます。最後に先生方は常に大学のことについて教えてくださいます。担任の先生からは、この大学に行くにはこういうことをしておいた方がいい、この大学はこういうことができるよ、今のうちから勉強習慣をつけておこうという言葉をよく聞きます。大学受験は高校受験とは全く違います。私は現在高校1年生ですが、大学受験は1年生の頃から始まっているんだということを意識させてくれます。私はこの高校に入って大学受験などへの意識が変わり、先生方には感謝しています。どの先生方も気持ちが熱い方ばかりで、入学すればきっと充実した高校生活が送れるはずです。私たちと一緒に高校生活を頑張りませんか。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。私は
この学校を宣願で受けましたが、本当は公立高校に行こうと思っていました。ですが、その時の成績ではギリギリで、落ちるのが怖くて、私立だけを受けることにしました。しかし、後悔はなく、入学してよかったと思えたことがありました。勉強と部活の両立ができ、妥協せずに両方ともに取り組むことができます。また、自分の考えや思ったことなどをクラスや学年に話す機会もあり、面接などで活かせると思いました。入学後の学校生活では、クラスのショートホームルームが終わると、教室には誰もいなくなり、その後の時間を部活や習い事、趣味など自分のしたいことができます。ちなみに私はダンス部に入っていて、週に3回思いっきり踊っています。女子の数は男子の数の3分の1ほどですが、クラスを超えて友達ができ、みんなフレンドリーですぐ仲良くなれ、とても楽しい学校生活を送ることができます。最後に、総合進学コースは部活も勉強もどちらも頑張りたい人にとてもいい環境です。本校に来て一緒に充実した高校生活を送りましょう。ご清聴ありがとうございました。さて皆様、ただいまより在校生による新制服のファッションショーを行います。それではよろしくお願いします。2022年4月東洋大学附属姫路高等学校の制服が生まれ変わります。伝統と歴史ある今までの制服を一新するのであれば、後世に伝える価値のある制服でなければいけません。そこで東洋大学附属姫路高等学校の魂である、これら3つの伝統を大切に受け継ぎながら、耐震素材機能という革新によって常に進化し続ける、こうした思いを大事にして生まれた新制服です。伝統の鉄紺色に身を包み、四賢人の特徴を胸に抱いて世界に羽ばたく学生が着る制服、こちらをコンセプトに、伝統と哲学、そして世界に羽ばたく白銀の翼を取り入れ、静観かつ落ち着きとともに躍動感のある新たな東洋大姫路スタイルをご紹介いたします。それでは早速モデルさんに登場してもらいましょう。皆様温かくお見守りください。まずは知性と品格をまとう冬服ブレザースタイルのご紹介に参ります。伝統の鉄紺色をステッチ配色で取り入れたトラディショナルネイビーのジャケットは、フォーマルなセミピークドラベルにすることで生徒様の高い向上心を表現いたしました。ブレザーの胸元には校名を表す T と H のイニシャルに、四賢人を表す四枚羽の翼を組み合わせた世界に羽ばたく白銀の翼シンボルを取り入れたエンブレムとボタンがついています。高級感と上品な存在感がキラリと光るデザインです。動きやすさを兼ね備えたサイドベンツは多くの英国スーツに採用されており、威厳と風格漂うデザイン、体の動きに従い裾が広がるためエレガントな印象を高めてくれますが、同時に非常に動きやすくもありますため、自転車通学の生徒様にも喜んでいただける仕様です。素材は風合いに優れたウール 80% の高混率素材。瞬間消臭機能や着用時の温度を快適に保つ超音加工がついており、美しさと快適な着心地を叶えてくれるブレザーとなっています。ネクタイ、リボンは伝統のネイビーカラー、銀の糸で輝く翼モチーフがランダムに現れる様子は、生徒様の輝かしい未知の世界への挑戦と成長を表現したデザインです。
ここで見えない部分の2つのこだわりをご紹介いたします。ネクタイの裏側、証券部分、こちらには翼モチーフの刺繍を白銀色で施しています。さらにジャケットを受けた見返し部分には哲学の教えを表す漢僧の花がデザインされたオリジナルネームがついています。東洋大姫路プライドを常に胸に抱いていただける、さりげなくこだわったポイントとなっています。スカートは光を浴びるたび柄が浮かび上がるシャドーチェック柄、姿勢を表す4本ラインと興奮を表す3本ラインが織りなすオリジナルチェックで東洋大スピリッツを表現したデザインです。スラックスは男女ともに鉄紺色で描いた聡明なストライプ柄、このストライプに凹凸を加えることで上質な立体感を備えました。またこちらセンターラインに縫い目を入れることで折り目が取れず、いつまでも美しいシルエットを保ちます。以上がブレザースタイルのご紹介でした。それでは続きまして、爽やかかつスマートな印象を高めてくれる夏服スタイルのご紹介に参ります。透明感あふれるホワイトのシャツはストレッチ性が高く非常に動きやすいニットシャツ、透け感防止、吸汗速乾性や UV カットなどを備えた多機能素材でのお作りです。襟元は半袖、長袖同様にボタンダウン仕様、襟の形が綺麗に保たれるのでノーネクタイスタイルでもきちんと感が損なわれません。こちらのポケット部分にはオリジナルピスネームを付け、シャツスタイルでも東洋大姫路プライドを胸に抱いていただけるデザインです。さらにボタンの側面と中央部分にブラックが配色されたデザインボタンをつけることでシックでフォーマルな印象に仕上げました。また汚れやすい襟裏といった部分にはライトグレーのストライプ生地を使用することで汚れにくく、汚れも目立ちにくいといった仕様にし、機能美も備えたデザインにいたしました。スカート、スラックスは冬ボトムスと同じ柄となっていますが、薄手の生地にすることで暑い夏でも快適な着心地をご提供いたします。以上が夏服スタイルのご紹介でした。それでは最後はオプションアイテムのご紹介に参ります。季節や通学スタイルなどそれぞれのセンスに合わせて楽しんでいただける多彩なアイテムをご用意いたしました。それではまずこだわりのオプションスカートのご紹介から。気品あふれる濃紺に太さの異なるラインで描いたタータンチェック柄ですが、注目していただきたいのはこのお色味です。梅の赤、菊の黄色、蘭の白、竹の緑、東洋大学附属姫路高等学校の校章である漢僧の花をかたどる4つを色で取り入れて表現した東洋大姫路のみのオリジナルスカートとなっています。伝統的なタータンチェック柄はブレザースタイルにはもちろん、ニットアイテムや縁地のリボン、ネクタイとも相性抜群です。トラディショナルスタイルを楽しんでいただけるアイテムです。次にニットアイテムのご紹介です。コーディネートに絶対欠かせないニットアイテムはベスト、セーターの2種類をご用意しています。ホワイト、ネイビーに、セーターにはトラディショナルなキャメルカラーが仲間入り、襟元のラインと胸元のミニエンブレムがコーディネートのさりげないアクセントになってくれます。エンジ色のネクタイとリボンはまるでラインストーンのようにラメ糸が輝くこだわりのオプションアイテムです。シンプルなデザインに上質な存在感を与えます。また正ネクタイと同じ柄のネイビーリボンは翼モチーフに加えシルバーラインが1本加わることで美しく着られる特別仕様となっています。さらに暑い夏にぴったりのコンフォロシャツもご用意しています。汗をかいても乾きやすく、1枚でさらりと着てもとことん透けません。
サマースタイルをキリッと引き締めてくれるアイテムとなっています。以上、伝統的なクラシックスタイルの冬服、夏服スタイルに多彩なオプションアイテムたち、自分らしいコーディネートをぜひ楽しんでください。以上が新たな東洋大姫路スタイルのご紹介でした。今日ご紹介しました制服は、東洋大学附属姫路高等学校の関係者様の生徒様への熱い思いを受け、伝統と学校の教育理念を織り込んだもので、我が社が全精力を注ぎ仕上げた自信作です。色合い、品質、着心地、いずれも最高で、自信を持ってお勧めいたします。この制服に腕を通されたとき、生徒の皆さんの輝かしい人生が開かれることを願っています。最後に、本日モデルを務めてくださったのは、皆さんの先輩でもある在校生の方々です。皆様、よろしければモデルの皆さん方をですね、大きな拍手でお見送りください。モデルの皆様方、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれにて、新制服ファッションショーを終了いたします。ご清聴いただきましてありがとうございました。それでは最後に、教頭の吉田が閉会のご挨拶を申し上げます。はい、皆さん改めましてですね、前半の説明、そして最後のファッションショー、いかがだったでしょうか。香港の魅力を感じていただければ幸いです。でこの後ですね、休憩を挟んで、体験事業あるいは部活動クラブ活動の見学、それから校舎見学に移りますけれどもですね、ぜひ香港の職員あるいは生徒職員にですね、お声かけいただいてですね、いろいろ質問をしていただいたりするとですね、香港についてより深くご理解いただけるのではないかなというふうに思っております。まあ、限られた時間でですね、十分な説明にはならなかったかもわかりませんけれどもですね、少しでも香港のですね、教育に対する思いですね、生徒の様子を感じていただければ幸いです。本日は本当にお忙しい中ですね、またコロナ禍の中のご来校いただきまして誠にありがとうございます。これから後半の部門をですね、充実した時間にしていただいてですね、よろしくお願いしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。